6月24日ね。今日ちょっと動画一回撮らせてよね。今日は3歳児検診です。ね、凛ちゃん3歳6ヶ月ね。だから12時にあるから、その今日結構頑張るから、公園行ってなんか美味しいもん食べようか、ね、終わったらね。なんかじゃあちょっと一言お願いします。なんでもう一回お願いします。おならブルブル。はい、出発進行。はい、これ何、これバイキンマン。バイキンマンね。バイキンマンの方。あと最近恐竜が好きなんでしょ。へえ、そうか、恐竜が好きなんか。何が好き？ちょっとつくで、それつくで、これこれ。あ、テラノサウルスが好きなの。これなんていう名前、これ首長恐竜ね。ここ食べるんだ。あそこでガオってね。リンちゃんあれで、ね、自分で、ね、全部決めれる子供にならんといけんね、これ。自分で決断できる子供ね。コミュニケーション力、思考力、自己肯定感、諦めない心、好きにつつ、ああいいですね、これ。ほら見てよ、これもう。これ出発進行やっとる、これ。なんかりんちゃんたまに病気になるじゃん。多分そういう時ってあれか、やっぱりパパとママと一緒に過ごしたいから病気になるよね。だからあれよね、子供が病気になった時やっぱり一緒に過ごすべきよね。うん、そう思った今。いつもありがとうね。何これ何これ、ピルクルね、ピルクルね。これ何これ、エビ？エビのお菓子。エビのお菓子ね。何？公園。で今から3歳児検診で、今から。行かない。まあ、靴逆に履くやつは公園行けれんわ。いつまで経っても逆に。いや、まあ、直さなくていいよ。公園行かなきゃいけないから。5分だけ行こうか。5分だけ。5分だけ行こうか。じゃあ靴ちょっと直して。それあれで分かっててやってるんでしょ。そうよ、そりゃそうよ。靴ちゃんと履かんとあれね。あと10分で受付だ。10分で。12時15分受付だ。ギリ攻めるね。やりました。はい、じゃあ何持っていこうか。まあ、また車持っていこうか。よいしょ。よいしょ。暑いね今日は。もちちもち。ちょっとダメよ踏んだら。おしっこおしっこ。おしっこ大丈夫。いや結構出とるねこれ。あんたは大丈夫だけどね、こっちは大丈夫じゃないんよ、うん、よし、ちょっと行こう、公園行こう。パンパンな、はい、うん、それはなかなか危ないよ、それは。やめとこう。竹市場みたいな感じになってるこれ。大きいねこれ、滑り台。これ大丈夫なんかなこれ。おお。わあ、おお。おお、とっとっと。
はい、じゃあまず3歳検診お疲れ様でした。どうだった？何か言われた？お菓子食べ過ぎですって言われた？どうしたんこれ、草こけたんか。ご飯食べて、はい、ご飯食べて遊ぼう。今日それご飯？もうあれじゃん、今年4歳じゃん。すごいね。やっぱりパパとママ好きだろ。好き？嬉しいわ。あなたが出た。言ってたね、ありがとう。あなたが出した。言ってたね。あなたが出した。すごいね。はい、見てますよ。すごいね。人生そんな甘くないんじゃ。人生甘くないそんなに。すごいね。この公園いいね。どこどこ？あ、結構汚いねこれね。りんちゃんが滑って拭いてあげたらこれ。りんちゃんが拭いてあげたら、りんちゃんのズボンで拭いてあげたら、これ。鼻くそすごいでかい。おお、危な、危な。それ上登れない、上は。登れない。登れない。いや、お姉ちゃん無理やろ、これ。あ、こっちあるじゃん、滑り台、ちっちゃいのが。大丈夫、大丈夫。あ、虫？あ、ハエね。ハエは早いから。ハエは早いよ。はい、どうぞお願いします。大丈夫大丈夫、少々気にしない。出てくるか、そういうこといろいろ。これ今後ふーってふーって、ハエもね、多分一緒に滑りたいね、リンちゃんと遊びたいねと思うよ。一緒に遊ぼうって、ハエさんも。はい、寝かれました。はい、おーおーおお。痛くないの？すごいね。すごい健康的じゃん、やっぱり。そりゃ痛いわ。頑張れ、りんちゃん頑張れ。おお、すごい。やっぱ3歳違うな。やっぱ子供とね、過ごす時間って本当に一瞬だから大事ですね、こういうのはね。こういう時間をね、大事にね。おお、すごいすごい。
本気出せ、本気出せ、本気でやれ、本気で。おお、すごいすごい。これ何これ、恐竜かね、これ。あ、恐竜だ、よく見たら恐竜じゃん、これ。おお、器用だね。落ちるよ、ゴツンするよ。よいしょ。あ、手が乗って、ほら滑るんじゃないか。何何、滑るんじゃない、こうやって。行ってきます。お尻が痛いわ。え？ここは千駄町公園ってとこですかね。なんかね、恐竜のおもちゃがあって、当店の無料コーナーと多分同じコンセプトの匂いを感じますね。やっぱりね、こういうのあるとね、また来たくなりますからね。勉強なるわ。今日いっぱい頑張ったからな。ね、美味しい？美味しいっしょ。